皆さん研究者になろうと思ったら独学ですよ。一冊でもいいから本書くっていう勢いで1年経つと相当頭の中が進化してます。説得力ないになってたら大抵真実から外れてんです。西戸翔のフーバーレポート、インタビュアーの岡崎です。本日は西先生に研究者への道と題してお伺いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。研究の秘訣は何か、西先生のように独自の研究を行うにはどうすればよいのか、今回のフーバーレポートは一味違います。多くの会員の方々から研究の方法、情報術、読書の方法、執筆の仕方を身につけるにはどうすればよいのか、このような質問がたくさん寄せられてきました。まあ、そこで今回は研究方法の極意を西先生に伺ってまいります。西先生はスタンフォード大学フーバー研究所から著書アンコンディショナルデモクラシーを出して、一躍世界中の学者たちから称賛を浴びました。西先生、まずお伺いしたいのは、なぜ GHQ による日本占領政策を博士論文のテーマとして選んだのでしょうか。皆さん、これ偶然が 50% で、私なんかやっぱり占領の子供ですから、占領時代に大きくなりましたので、占領についてなんか詳しいことをやってみたいな、両方でした。チャンス、グッドチャンスと運の良かったのと、でやりたいこと、それで博士論文を書く1年半ほど前に、今英字新聞、英字の雑誌なくなりましたが、ニューズウィークっていうのがありまして、もう一世を風靡したタイムとニューズウィーク、アメリカの雑誌ですが、それに小さなコラムがありまして、ニュースがありまして、1945年の、アメリカの極秘30年の時効が来ましたので公開しますって出てたのよ、小さい記事が。でこうやって読んでて、40年45年って言ったら占領の時かしらと思った。だからその記事を読んだ私と、その私が占領やってみたいなと思ってた。そこでちょうどマッチングです。問題はさあ、こっからそれを読むのにどうすればいいかと。で私はシアトルのワシントン大学におりまして、大学院長のところへ行って、まあこれどっかで書きましたが、お金ちょうだいと、研究費ちょうだいと、それで行きました。そうすると今まで30年間誰も触ってない箱、こんな岡崎君よく知ってますが、こういうアーカイブズの箱です。大体灰色です。それを開いて開けて、私が初めてでした。ほこりの上に指の跡がついてません。こうしなきゃ開けない箱です。蓋がこうなってて、こうやって蓋がついてますが、それでそこから1年半ほど何を食べたかいつ寝たか覚えておりません。ワープロがなかった時です。コンピューターがなかった時です。全部図書館へ走るか、アーカイブスへ行って必要な書類をいちいち出して、これも手順がありまして、もうずっと見られてますから、手順がありまして、ゼラックスにしてもらって、それでこれぐらい1メートル50センチぐらいのアーカイブズの資料をシアトルへ持って帰って、そこでそれを読んで博士論文を書きました。まずそれがバックグラウンド。皆さんが何か研究しようと思った時、本当に好きなことやらなきゃダメですよ。好きな題材、これについて深く調べたい、
ちょっと調べるんだったらやめときなさい。その辺見たらもう全部出てますから。それよりも深く調べたい。そうすると今皆さんラッキーに Google がありますよ、コンピューターが。でもう一つはワードがあって、カチャカチャとコンピューターで書けます。皆さんがおそらく苦手なのは実際に本を探してそれを最初から終わりまで読む。皆さん最初から終わりまで読むと。自分の好きなことやってるんですよ皆さん。そうすると何か一冊自分の好きなことについて詳しく書いてある本がずっとありますから、それを読むんです。そうすると漠然としたこの星座が見えますよ。星は見えませんけど、漠然としたこういう形になってるのかと、こういうことが大切なのかと。それで自分はこのことについてやりたい、もう何百と項目出てきますが、これについてやりたい。そうするともうそれだけに集中。ただそれだけに集中するために皆さんバックグラウンドの情報を持ってないと。なぜこれが自分にとって興味があって、これはその研究するときにどういう位置づけにあるんだろう、漠然ですよ、あるんだろうと考えます。それでどこから行っていいかわからないので、皆さん正面衝突が一番いいです。正面衝突でやっぱり失敗を繰り返さないとわからないんです。で道に迷います。私も講演よくしますが、絶えず脱線してます。何か知ってたら確実に、脱線しててもまた本流に戻ってきますから絶対ご心配ないです。それで脱線した時にひょっとしたらこっちが面白いかもしれない、こっちの方をやりたくなったらそっちをやるんです。こっち捨てた、本流捨てたわけじゃない。支流を一生懸命にやると支流の形が見えてきて、川の流れ、いわゆるインフォメーション、川の流れがどこへ行くか、これが分かってきますよ。しかしそれやらないと、いやあそこは関係ねえから、いやここは関係ねえから、やりだすともう全部関係なくて、自分が作ったものが全然面白くないんです。味気がない、味がない、匂いがない。それで自分のいわゆる色を出さなきゃ。リサーチのやり方、皆さんいろいろあるんですよ。私は私のやり方があります。どういうリサーチをやったら真実に近づけるのか。さあこれが一番大変。いろんな人がいろんなものを書かれますよ。私もその人たちのを読みますけど、何か真実、いわゆる普通の人間として、生身の人間として読んで、これちょっとなんか説得力ないな、説得力ないなってたら大抵真実から外れてんです。私たちの大人の勘で、あこれ真実に近いんじゃないかってのは本能で分かりますから。本能を大切にされて、自分の勘を大切にされて、間違ってんじゃねえか、そこを行ってみるまで分かりませんから、途中で臆病になって引き返さない、やって向こうの崖から落ちればいいんです。またやり直し。私は岡崎それを何十回何百回何千回行った方向を間違ってると面白くない。すなわち情報もない。情報がないっていうのは大抵何もないんです。そこに私が探す時、大体の勘をつけて、あの辺にこういう情報があるんじゃないかと言ったら、10を求めてたら少なくても2つか3つありますよ。皆さんも同じチャンスがあります。10を求めてあそこ行くと2つか3つあって、それが発見できたら大したもんです。とにかく読書を怠らないってやつ。
こうテーマを選定するとき、まず大きな全体図を見て、そこからあのトピックを選ぶべきだと先生おっしゃっておりましたが、はいはい、こう私もこう大学院生であったり学生を見ていると、はい、こう壮大な計画を立ててしまいがちなんですね、若い人たち。こうですから、こうテーマを絞ることが重要ということでしょう、まず第一に。私も院生がおりましたけど、彼の最初のアイデアはイスラエルの建国について書く。いや、もう非常にいいテーマですよ。ただ問題はイスラエルやるんだったら、ユダヤ語、ヘブライ語ができなきゃいけない。もうオリジナルいっぱいありますが、英語だけじゃ博士論文書くときに、あんたとの、イスラエルのヘブライ語で書いた資料を使ったんか見たんか、建国ですよ、1948年だったか、はい、そうすると読めない。それじゃダメじゃん。それじゃ英語と日本語読めるんだから、英語と日本語の資料で書けるものを探しなさい。で、次に彼が探してきたのは、イスラム教について書きたい。皆さん、イスラム教について書きたいって言ったら、天才学者がおそらく50年か60年費やして書くんです。だから今岡崎が言ったように、若い人はなんか壮大なアイデアを、いや、それはいいんですよ、壮大なアイデア出して、わあこれをやろう、これをやろうと思っても、手段を持って、いわゆる武器を持ってない、道具を持ってないのよ、できません。私が今ジャイアンツ、阪神タイガースに入って、9番でいいから打たせてもらえるかな、そんな世界です。皆さん、学問の世界、小さくやれじゃなくて、大きい夢を持って小さいとこから攻撃しないスタイル、まずそこを崩せです。崩せた、一つのところが崩せて、新しいものがわーっ、真実が出てきたら、もう閉めたもんです。そこからもう一人歩きです。西先生の研究室には膨大な量の本や資料があります、西先生に限らず著名な研究者は多くの資料を買い漁っております。そして誰かに習うというよりも独学で研究している、西先生も独学で学び続けているように見受けられます。西先生、独学の重要性を教えていただけないでしょうか。皆さん、研究者になろうと思ったら独学ですよ、自分でやる。たまたま私は学校行きましたけど、皆さん、日本に、世界に学校がなかった時、素晴らしい学者どうしたんですか。独学ですよ、自分でやる。皆さん、今からでも遅くないんで、自分でやるっていうのは。皆さん、これから皆さん100歳まで生きられますから、相当時間があります。で、一冊でもいいから本書くっていう勢いで、1年経つと相当頭の中が進化してます。2年経つともっと進化、4、5年経つと振り返ってみた時、俺はあれほど知らなかった、それを大進化です。それを続けられたら必ず一冊書けます。もう一冊で十分、いい本は一冊で十分です。今回のお話はいかがでしたか。日本政府、学校教育、大手メディアがほとんど報じない事実があることが分かっていただけたかと思います。この西俊夫のフーバーレポートは、今世界で何が起きているのか、それが日本にどう影響するか、ほとんどのマスコミが報じてくれない真実を、西教授が古今東西の500年単位の壮大な歴史をもとに分析し、分かりやすく解説するサービスです。解説者の西教授は、世界最高峰のシンクタンク、アメリカスタンフォード大学フーバー研究所に40年以上在籍した唯一の日本人です。西教授は関西学院大学文学部卒業後、ワシントン大学大学院に学び、国際政治教育学の博士号を取得。1977年よりスタンフォード大学フーバー研究所の博士号を取得、特別研究員になり、その後フーバー研究所教授に。
あなたもご存知だと思いますが、スタンフォード大学は世界中の天才が集まり100人中3人しか合格しないほどの超名門大学として有名です。その中でも格が違うのがフーバー研究所で、あの元英国首相マーガレット・サッチャーは政治、経済、国際問題に関して世界で最も重要な研究組織はフーバー研究所でありますと評価をするほどです。そんな世界最高峰の研究機関に40年以上在籍できるのは、西教授がアメリカ政府の機密文書を読み解き GHQ 占領政策の研究で卓越した研究成果を残されてきたからです。実際西教授がスタンフォード大学フーバー研究所から出版したアンコンディショナルデモクラシーは米国の名門大学で教科書となり、今では GHQ 占領政策の研究で世界的な権威とされています。また CIA からのスカウトを断り、リアルラストサムライの異名を持っています。西教授は博士号を取得した直後、その調査能力を買われ、なんと CIA からスカウトを受けました。 CIA の一員になれば金も地位も簡単に手に入ると誘われたのです。しかし CIA に入れば国籍変更が必須で、その瞬間自分は日本人だということを強烈に実感。そして私が日本を裏切れるなら将来アメリカも裏切る、 CIA はそんな人間を雇うべきではないと断ったのです。これには CIA の調査官が感激し、リアルラストサムライと呼ばれるようになりました。そんな世界に認められた分析力と日本人としての大和魂をお持ちの西教授の熱く分かりやすく世論をズバッと切る爽快なトークをお楽しみいただけます。フーバーレポートの詳細は概要欄またはコメント欄のリンクをクリックください。私たちプライド&ヒストリーは日本人に自信と誇りを取り戻してほしいという思いから日々情報発信を行っております。毎回多くの方にいいねやコメント、チャンネル登録をいただき、とても励みになっております。次回もお楽しみにお待ちくださいませ。